でほがらかね。あら、もう少しこうやってましょうよね、あなた。あら、虫が入ったわ。どうした？ここ。どこ？ここよ。どこ？早く、早く取ってちょうだいな。いないねえ、取ってちょうだいな、ここよ。いないよ。あら？取ってちょうだいな。赤い夢に甘き恋の思い出を一人いい声だな。青き時の声を聞いていた。お前の前に帰れたよ。ただただただないな。聞かせてちょうだいな。泣かせてちょうだいな。遥かな夢に I'm not afraid to die.
お送りしながら行って私帰りに打ってくるわ。ね。そうか。
明日朝八時立つ、ね、明日朝八時立つ、うん、ね、あ、ねえ、わざつえ、早く、寒い寒い、あった寒い、このネクタイでいいの、それでいい、寒いよだってん、明日本当に大丈夫、大丈夫さ、そのために休暇を2日も取ってあるんだろ、本当、うん、あらあら、痛い痛い、ごめんなさい、どうしたの、だってここもダメなの、いいいい、なんだこれになったの、これでいい、あ、これでいい、サンキュー、うん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 、はい、サンキュー、サンキュー、サンキュー、でも、そのになって、私なんだか恥ずかしいな、だけどね、恥ずかしいねおいおい、え、人が見てるよ、誰も見てはしないよ、見てんだよ、見てるんだよ、どこに、見てます、見てます、見てます、ほら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 、ほら嫌だ、そこ見てない見ちゃいけないおはよう、おはよう、いや、勉強になりますね、あ、行ってきたな、奥さんでもオフだったんですか、
バカだね。本当に柄ばっかりくぐるぐる閉じやって。今後少し大変なんだよ。ああそうそう。松原さんのとこからお家賃がまだ来てる。ああ。今月の末コスって言ってたから。まだ持ってこないんだわ。あの女中本当に気づかないったらあれしなよ。お前今日ご用聞いたときに、はっきりと言っておいておくれよって思ってこいってね。まだ少し中だから、はっきり言わなきゃ渡らしないんだから。はっきり言って、もうちゃんとしてこなきゃ、もうお前のとこから撮影はしないから。言ったよね、お前は。ごめんなさい。いらっしゃいまし。お家賃持ってまいりました。あ、さすが。どうも、すみません。どうも、手渡しなんていけつかないでしょうよ。さよなら。ほれ、ほらよ。お前がいるから、いろんなことまでつい当てて喋っちゃうじゃないか。すみませんじゃない、お前、ほんとに。どうぞ。
んちゅうことも言うんだ、子供のくせに。夫婦の仲のいいのに結構じゃないか。余計なおしゃべりせんと商売に精を出しなさい。本当ですよ。ここにあんな仲のいい夫婦はありませんよ。気量がよくて若いですもの。本当に羨ましゅうございますよ。ああ、わしらが新婚旅行で熱海に行ってたじゃ。ああ、本当に熱海の時はおじいさん、ようございましたね。隣のお客さんは逃げ出しちゃったよ。本当にね、まあ、熱海の仲のいい夫婦、結構じゃないか。なるほど。雲がいいのよ。早いやつだな。それは当たり前じゃないですか。おさみさんとこの夫婦ってとってもいい夫婦よ。いい女の。お電話しいかい。もう邪魔ですよ。これでも入れないせいで、とっちった方がいいなんだからね。もらってくれるんだから。あら、バカにするよこの子。早くお水を出し。子供、子供たちはないでしょうよ。これでも新規発動機でちょっとしたあんじゃねえからね。知らないよ。だでもね、ほとんどと思ってもね、水の助けを持ってもね。ほとんどかい。もう本店のパリパリか。おお、味噌のことならわかるけど、塩のことなんか人の色にはわからねえや。水の二つ腫れ姿ってね、やっぱり金だから本店が一番いいわ。だから土屋橋もとってもね、奇跡したのよ。ちょっと、これがね、うちの店のワイシャツの本店のパリパリよ。立ってもらうととっても手触りが違うから。柔らかいでしょ。なるほど。いけないっつったら俺はなくてもいいやないかい。おふると悪いからのもっと悪いなにも子供のくせに生意気だよ。お悪いだった。見ないかげんまだ悪いだった。はい、悪いだった。なんだ、自分のよっぽど悪いって。あ、自分の忘れた。毎度おきに知らないぞ。向こう持ってきな。へい、危なかったんですかね。毎度おきに。あなた、あなた、大変なこともできちゃったの。どうしたの。どうしようかしら。どうしたんだよ。あなた、とても大変だよ。おかけよ、どうしたの。どうしようかしら。え、荷物を後からお伝えします。
に聞けるのはお前じゃねえか。そうよ、あなた私の話をしっかり聞かないで誤解してんじゃないの。何が誤解だ。誤解だわ、断然誤解よ。私の約束した人、私の約束した人は女の方なのよ。え、女。ええ、そうよ、私たち女学校の友達みんなで約束したのよ、独身同盟って。女か。女の方よ。そうか、女の人か。女の方なのよ。そうか、ごめんね、僕が悪かったんだね、謝るからね。よかった、私心配しちゃった。ごめんね。うん。ああ、よかった。困ったことについてたら。何？また困ったのかい？うん。もう困るのよ。あ？困っても。だけどね、いいじゃねえか、よくやってるよ。ダメよ、マメなんですもん。ああ、そうか。あ、マメじゃいけないんだね。そうよ。困っちゃう？どうしようかしら。銀座行っておいて、ね、銀座、うん、そういうわ、時間がないんですもん。分かったな。かみさんのさ、そうだ、だからね、うん、ちょっと行ってね、逃げ回って3人目だけで、3人目ね、あそこへ行って、分かるかい。うん、分かるな、行ってくるもんね。行ってくるね、早くね、ね。Thank you.
あの今すぐ帰ってまいりますから。そうなんです。何しろね、僕の
のところなんぞお嫁に来てやないんですからな。あんなことおっしゃって。いや、全くです。いい方のおありなんでしょ。え、いや、とんでもない。来てくれる方があれば、昨日すぐにでももらえますよ。まあ、それ本当ですか。ええ。ただいま。あ、帰ってきました。Thank you.
Thank you.
あかん。これもダメ。Thank you.
でもやれた、時計。私の指輪何でもないですよ、また。あの、紙でもやれたよ。銀行の通してもらえば。おい、ポマードまでつけてたよ。またどうしましょう。困ってます。だったな。どうした、どうしたの。あ、あいつだ。あなた、下まで電話。今表であの、僕の服を着てたって言うんだ。あれだ、きっとあれだ。行かないで、一人で怖いわ、私に言ってよ。それに、浜地さん、明日の家賃どうすんの。え、それにお家賃も嫌だった。私、今日は忘れたから、明日は必ずお届けしますって言ってきたの、親だに。だってお前、泥棒が入ったというの非常時に、家賃のことなんか言ってられないじゃないか。そんなこと言ったら、私にどんな早口言われるか分かんなくてよ。え、そうだって、私、随分ひどいこと言われたのよ、思って。え、そうかい。うん。あのババ、きしょう。なんだ、クソババ。なんでこんな、泥棒を貸し合って。だから泥棒なんかに入られるんだよ。そうよ。ねえ。どうしましょう。ん、うん、どうしよう。なったな。なったわ。あ、とにかく、田舎行こう。ね、そしてお母さんにお金をもらってこいよ。だったらまた、写真がなくてよ。あ、そうか。そうか、汽車賃がなくちゃ、ああ、いけないな。あ、いいことがある。え、うん、いいことって何？あのね、これをね、市長へ持ってくんだよ。市長？うん。ね、これがあれば君、2、3人が貸してくれるよ。もう汽車代とお土産、ね、それがなるじゃないか。そんなに貸してくれるかしら。貸してくれると思う。大丈夫だよ。うん、風呂敷出して。大丈夫だよ。なんでもないよ。僕なんか学生時代、ほら、しょっちゅうじゃない。うん、ちょいちょい行ったんだ。なんともないんだよ。平気だよ、平気だよ。風呂敷出して、風呂敷。これみんな来るんだ。あ、みんな来るんじゃん。どんどん来るんじゃん。そしてね、写真ができたら、明日の朝早く、ババア来ないうちに立っちゃうんだよ。うん、ね。で、来るんだよ。泥棒ね、とんでもないことしない。あ、そうそう。公安へついでには取らなきゃいけないよ。取らなきゃいけない。あなた、私も連れてってよ。私、一人じゃなんだし、君が悪いわ。うん、いいよ、いいよ、一緒に行ってみて。
嬉しいこともある。ね。